皆さんこんにちは。 IPA の公開セミナーのご視聴いただきありがとうございました。本日はこれからユーザーが自ら実践、最新事例で学ぶ要件定義の勘のところと題しまして、要件定義ガイド第2版の改版、その内容および何を狙いとしていたかについてお話をさせていただきたいと思います。私がお話しするのは第1部の全体概要で、これ以外に詳細編、ガイドの改版ポイントの詳細についてお話をさせていただくセッションと、その中に掲載されております事例について詳しくお話しさせていただきますセッションがそれぞれ用意されておりますので、そちらも含め同様にご視聴いただければと思います。私、これから説明させていただきます。私は独立行政法人情報処理推進機構社会基盤センター連携委員を務めさせていただいております富士通株式会社村岡康明と申します。どうぞよろしくお願いします。まず本日お話しさせていただく内容の概要なんですけれども、ユーザーのための要件定義ガイド第2版というのを公開しました。これは、2017年に公開いたしました、でかつ多くの方にご利用いただきましたユーザーのための要件定義ガイドの内容構成を大幅に改定しまして、ユーザーの方が要件定義を実施するのにより使いやすくしたものでございます。こちらにつきましてはですね、IPA 社会基盤センターホームページからダウンロードできるようになっておりますので、合わせてご覧いただければと思います。では内容についてご説明させていただきたいと思います。まずイントロといたしましてですね、私どもの IPA で一体どういう内容の活動をしてたかというのを触りでご紹介させていただいてから、ガイドの話に移らさせていただきたいと思います。IPA では上流工程、特に超上流と言われている工程の強化に向けてですね、3つの活動を実施いたしました。まあ、全体としての狙いは、プロジェクトの失敗を減らして、構築システムの品質要求に応えて、対象システムによって実現されるビジネスにより高い価値をもたらすということを狙いとしておりまして、大きく3つのテーマで活動させていただきます。1番目の要件定義の品質確保というのは、今日これからお話しさせていただく内容でございます。で、2つ目のシステム再構築の品質確保、こちらは、モダナイゼーション WG と申しましてですね、要はシステム再構築をするときに最初の企画段階でどういったアプローチを取ることが望ましいかについて、活動させていただいたものです。で、3つ目の引きの要求定義の更新、最新引きの要求グレードの改版 WGというところではですね、引きの要求、要件定義の中の重要要素の一つであります引きの要求定義、これをどういうふうに実施していくかについての最新化、これをしました。この3つの内容で、活動させていただきました。残り2つの内容の成果物について先にご紹介させていただきますと、まずシステム再構築、こちらにつきましてはですね、ここにございます再構築を成功に導くユーザーガイドというものと、デジタル変革に向けた IT モダナイゼーション企画のポイント集、この2つの成果物として活動しております。内容は要件定義をする、それ以前にシステム再構築でどういうふうなアプローチで臨むかといったようなところが最初に入るかと思いますけれども、その再構築の時にどういったやり方をするのが望ましいか、あるいはその事例、あるいはそこでどういったアプローチを取るべきかといったようなところについてガイドさせていただいたもの、およびそれを簡単にまとめたポイント集、こちらを用意しています。ガイドは書籍として販売もしておりますし、このポイント集を合わせて両方とも PDF としてダウンロード公開しておりますので、無料でご覧いただくことができるようになっております。次に引きの要求グレード2018、これ何かと申しますとですね、私の IPA では約10年前に引きの要求グレードというものを提示させていただきました。そこで引きの要求ってどういったことを定義する必要があるのか、およびその要求の定義の度合い、要求の具合をグレードというような形で分類したものを引きの要求定義としてまとめさせていただいておりますが、これは約10年ほど、経ちましてですね、最新の IT 技術に伴ってですね、全面的に新しくしたのがこの引きの要求グレード2018というものでございます。引きの要求グレードを定義する項目の一覧ですとか、それぞれがどういう体系になっているか、およびこのグレードと申しますのは、引きの要求システムの規模の大中小、それぞれどういった引きの要求をするか、グレードがあるというふうに考えまして、それをグレード、評
表という形でまとめたものでございます。こちらにつきましても成果物はすべて IPA のホームページから無料でダウンロードできるようになっておりますので、合わせてご利用いただければと思います。でそれともう一つ要件定義のガイドについては2017年3月にですね書簡を出しております。その時の狙いは要件定義の成果物、これを抜け漏れ曖昧なく正しく使えるというところにまず着目いたしまして、要件定義をしました。そのビジネス要件を定義した内容をいかにして、それ以降の工程にちゃんと抜け漏れ曖昧なく伝えていくかについて着目して作ったのがこの初版のガイドなんですけども、こちらは今回第2版を公開するに伴いまして公開を終了させていただいているという内容でございます。でこれ以降、今回要件定義ガイド第2版を作りましたというところで、どういったことを狙いとして作ったか、およびその作った内容はどんなものであるかについて簡単にご紹介させていただきたいと思います。まず IT システムの変遷、これ何を言っているかといいますとですね、 IT 化の初期の段階ではメインフレームおよび専用端末を使ったシステムというのは主流でした。でそれがだんだん時を経てですね、新たな技術、クライアントサーバーですとかウェブでのシステム開発といったものが普及してくるようになります。それがさらに21世紀2001年以降、ソーシャルですとかモバイル端末での利用といったように IT システムの形態というのがどんどん変わってまいりました。でそこで初期に作ったものはレガシー化するとともにですね、新しく作るものは新たなビジネス価値の創造するために今までと全く違うシステム開発のアプローチというものがだんだん必要とされるというような状態になっています。で昨今 DX デジタルトランスフォーメーションという言葉が広まっておりますが、その DX の時代においても要件定義というのは非常に重要な位置を占めていると思います。アプローチはさまざまにあるんですけれども、その基本、要は要点は、要は結局、お客様が本当に欲しい価値は何であるか、エクスペリエンスというのは何であるか、あるいはビジネスにそれがどういう価値を与えるのか、ビジネスモデルを変えるということのためにデータはどういうふうに使えばいいのかといったようなことを考えること、これが DX における要件定義なんですが、詰まるところは、要は以前から実施している要件定義。要はシステムを作る前にどんなシステムを作ればビジネスの価値を高めることができるか、目的を実現できるかのアプローチである要件定義そのものだというふうに言えると思います。つまり DX の時代において要件定義の重要性はますます増しているというふうに言えるというふうに私どもは考えています。ところが要件定義って実は結構失敗が多い。その要件定義の失敗というのはシステム開発の失敗に直結します。これは日本情報システムユーザー会様のですね、ソフトウェアメトリックス調査2016、これを出典としておりますけれども、システム開発の遅延の原因は何ですかという問いをしました。そこで得られたものを私どもで分類しますとですね、もうここで線が分かれるんですけれども、要件定義、これの失敗がシステム構築の遅延につながったというものが 55% というふうに、要はそれ以降の工程の失敗よりも要件定義の失敗が与える影響の方が大きいというふうに数値として表れております。そのように要件定義というのは結構失敗の可能性が高くて、かつ失敗した時の後工程の影響が必須であるといったような工程が要件定義であるというふうに言えると思います。でこのガイドの開発の狙い、私どもこのガイドを開発するにあたって何を狙いとするかというのをみんなで一緒に考えてみます。まず大原則として言えること、要件定義の責任はあくまでユーザー側にあります。システム開発を構築をする、担当部門ですとか、あるいは協力していただける外部の会社の方に要件定義の責任があるわけではございません。かつ要件定義の成否はシステム構築の成否に直結する、先ほど申し上げた通りです。この2つの大前提をもとにですね、ユーザーが要件定義を実施する際には何をどのように実施する定義する必要があるか、何に注意すれば抜け漏れミスなく定義した要件を開発工程に引き継げるか、およびじゃあ要件定義を推進する上で何に注意すべきかという、この3点が、非常にやっぱり重要なポイントではないかというふうに考えております。でその勘のところですね、ガイドで、ちゃんとガイドをお示しすることができれば要件定義の進出は必ず改善されるんじゃないかというふうに私どもは考えましてですね、じゃあ
初版で出した要件定義ガイドに対してここの3点をより、分かりやすくガイドすることを目指そうというふうに考えました。でここから先が、ガイド、どんなものを作ったかについての概要でございます。まずどういった人に参加いただいてこのガイドを編纂したか簡単に紹介させていただくと、ここに出ておりますようにですね、産業界だけでなくてですね、学識経験者の方にも入っていただきましてですね、各界から知見を集めて実施させていただきました。産業界ではですね、ユーザー側の立場で要件定義される方だけでなくて、ベンダーの立場で実施される方、およびコンサルタント、コンサルティングをされる方、こういった方にもご協力を願って、要件定義をどうやって良くするか、このガイドを良くするかについて考えさせていただいたという内容でございます。まず、原点に立ち返って、初版のガイドでやっぱり何が足らなかったんですかねというのを、私ども、復習の意味でですね、調査をしました。調査方法は、上流工程の強化についての有識者の方にお集まりいただいてですね、そこの中からご意見を聴取するというアプローチと、初版のガイドを普及するセミナーを2年間ほど続けてまいりましたが、そのセミナーの受講アンケートに基づいて何を本当に必要としているのかについての調査を行うと、この2つの結果をもとにですね、3つの項目ポイントがあるんじゃないかというふうにさせて、調査をしました。1つ目は業務上の要件をビジネス要求として適切に抽出するという手法が必要だ。2つ目は要件定義のプロジェクトマネジメント上の問題、やっぱり要件定義する上でもプロジェクトマネジメントはどうしても欠かせないんじゃないか。で3つ目は成功事例、どういうふうにして世の中では要件定義を成功率に実施しているのか、実際にやった事例がやっぱりもっと知りたいと。初版では8件載せさせていただきましたが、これを今回は26件というふうに拡張していますが、要はこの3つのポイントを強化するというのが必要だろうというふうに考えた次第です。でまず問題点何があるのかというのをみんなで集まって、抽出しました。ちょっと大きな字で説明させていただきますが、現行業務やシステムが分からないですとか、経営要求が不明確、経営に貢献する要求にならないですとか、要求は膨らむ、あるいは開発規模の膨らみ具合が分からない、品質をどうやって監視するか、で最終的に未決がどうしても残るんですけどといったような、実施する上で、まあ、大抵どこででも発生するような問題っていうのをピックアップしまして、それへの対策はどういうふうにすればいいのかというのをみんなで考えるという手法を取りました。でそいつをカテゴライズしましてですね、前初版で作ったこのシステム化要求の定義ということだけでなくて、ビジネス要求を定義するという部分と要件定義のマネジメントという部分にカテゴリーを分けてですね、それぞれ問題点どういうふうに解決するかをガイド、その個々にガイドするっていうふうな手法を取りました。でこれをさらに細かくしたのがこのカテゴリーのマップと言われて呼んでいるものなんですけれども、このビジネス要求定義、まあ、BR というふうに訳しておりますけど、ビジネス要求定義およびシステム化要求定義 SR というふうに呼んでます。でこれおよび初版の時に書きました各ドキュメントってどう書くんだというものをあるんですけど、それ以外にこの要件定義マネージメントが全体を取り囲んでいるという図式で、それぞれマッピングして、その中でそれぞれ起きるものをさらに細かくマッピングしたというのがこのカテゴリーのマップでございます。でもう一つガイドを書く上でどうすれば分かりやすくできるかということで一つ工夫を考えました。それがこの問題解決型のガイドを作るということでございます。要は要件定義の各先ほど見ていただいたカテゴリーの中でどんな問題が起きるかというのを一つピックアップして、その発生する問題に対してその解決のための勘どころを対応づける。でそれぞれ問題と勘どころの対応というふうにしていけば、どんな問題が起きた時にその対応の策はどんな策があるのかというのをダイレクトに見ていただけるようにしてすることができるので、ガイドとしては分かりやすくなるのではないかというふうに考えました。つまり問題解決型のガイドにするというのが今回の大きな特徴です。でここに数字で挙げておりますように、各分野
ビジネス要求、システム化要求、要件的マネジメントを中心としてですね、問題点は大きく48集めました。でその48集めたものにそれぞれ1つ以上の勘どころ、対策の数の勘どころ118件、ちょうどぴったりどこかで見たような数字になっていると思いますけれども、この128件というふうに合わせましてですね、問題と対策の勘どころというふうに、対応づけた体験しています。で事例をさらに各カテゴリーごとに1つ以上、なるべく1つ以上の事例を用意するということにして、最終的に26件事例を集めています。この事例の中には初版の時からある事例もありますが、足したものがかなりあるというふうな内容でございます。ではここから、じゃあどんな内容が書かれたら言えるかについてご説明させていただきたいと思います。なおガイドの内容の詳しいご説明については、この後私は概要を説明させていただきますが、この後各章についての細かい説明及び事例の中からこれぞというものをピックアップした説明をそれぞれ2つずつ用意しておりますので、そちらの方も合わせてご覧いただきたいというふうに考えます。私ども、このガイドをですね、大きく先ほどカテゴリー分けたと言いましたけれども、そのカテゴリーの中に要件定義を成功に導く4つのポイントがあるというふうに考えています。1つ目は経営や業務に貢献する要求を見極める。2つ目は要求を実現する新しい業務を作り上げる。この2つはビジネス要求定義、これを抽出するときのポイントでございます。で3つ目、これは初版の時からガイドさせていただいて、要求仕様を抜け漏れ曖昧なシステム開発につなげるということでございます。で4つ目、これが新たに強化いたしました要件的マネジメントの部分で、多様化するステークホルダーですとか膨らむ要求をコントロールする、でそうしてスムーズに要件定義を進める。要件定義にも期間投入できる人員には限りがあります。いつまでやっててもいいというものではないし、要求がどんどん増えるのをそのまま緩和していってもいいというものではございません。要件定義には要件定義としてのマネジメントというものが必要になります。これについて、定義すると、この要件定義マネジメントというカテゴリーです。この4つのポイントが要件定義にあるというふうに考えて、それぞれご説明させていただいているというふうにしています。まず簡単に、それぞれの内容を説明させていただきますが、ビジネス要求定義、ここはビジネス要求定義3つに分けています。まず獲得、ではどんな要求が定義されているのか、提示されているのかをちゃんと正しく理解しましょう。で問題にはどんなものが含まれているのを正しく抽出すると、で問題認識を正しくするという部分、そして2つ目は分類、分析、その問題認識からその要件をどういうふうにして具体化するかというところで、体系化ですとか要求具体化、優先付けといったようなことがアプローチとして必要になる。そして最後は文章化、できたものを正しく文章化するというふうなアプローチがあります。で先ほど申し上げた4つのポイントの上の2つが要求定義という部分でございます。でここでどんなものが問題が発生するか、要求の獲得から分析、文書化、それぞれここにいろいろ出ております。一つ一つについてはご説明を省略させていただきます。詳しいところは、次のこのビジネス要求の定義を詳しく説明したセッションでご覧いただきたいのですが、今日は私の中では最後のこの要件定義で作成するドキュメントの全体像を理解していない、これについて大体どんなものが書かれているか紹介させていただきたいと思います。まず解決したい問題は何か、要件定義で作成するドキュメントの全体像を理解していない、ドキュメントの間で不整合が発生する、まあよくありがちなんですけれども、要件定義って大勢の人数でやるんで、どうしても上の方の初期に作ったドキュメントと後で作ったドキュメントの何か整合性が合わないといったような中で起きがちです。じゃそれをどうやって解決するかという一つの方法案として提示させていただいているのは、成果と相互の関連性が明らかにするということです。要は要件定義でどんなドキュメントを作ります、どんな深さレベルで作りますというのは計画するときに決めるんですけれども、決めるだけじゃなくてそれぞれのドキュメントがどういう関係性を持っているのか、最初に作ったドキュメントのこの記述は後ろのドキュメントのどこに継承されるのか、詳細化されるのかといったようなものを全体像を
まあ、図にするとかっていうだけじゃなくてですね、これを全体像を皆さんに、要件定義される皆さんに理解していただくというアプローチから始めるということが最初に必要なんじゃないかというふうにガイドさせていただいてます。いや、こういうことを作った上で、要件定義される全員の方にこれを周知して徹底して、自分が作るドキュメントは前の方のドキュメントと何に関連しているのか、および後ろの方に何につながるのかってちゃんと理解するといったところから始めようといったようなことを説明させていただきます。ちょっと簡単に書くと、要件定義で作成する主要な成果物相互の関係をですね、イメージして不整合の発生を防止しましょうといったようなことを概要しています。これが、一つのビジネス要求定義の、ガイドの一つの例です。では次に、要件定義マネジメントにはどんなことが書いてあるかなんですが、要件定義マネジメントは先ほど申し上げたカテゴリー4つ分かれていまして、立ち上げ、要は計画をする前にですね、要件定義の前に来るシステム企画という部分があるんですが、この企画の成果物を受け取って、要はどういったことを狙いとしているのかを正しく理解する上で、その企画の内容は不明確だったら後で進めないので、それをちゃんと明確になっているのかを検証するといったようなプロセスから入って、次に計画、監視コントロール、集結というふうに分かれていきますが、要件定義の要はこの監視コントロールという部分で問題で出ないようにす防止するためには、やっぱりどうしても計画立案が重要なのかというふうになってます。要はここで問題が起きないようにするためには、ここでこういうことを気をつけましょうねという部分が結構強いので、計画立案のところが実はこの要件的マネジメントが実は一番詳しく書いているというふうな形になっています。まあ、これは今回参加いただいたですね、各、有識者の皆さんが結構その要件的にのコントロールするという立場の方が多く参加いただいた関係もあってですね、要はコントロールする上での問題点というのがいっぱいあって、まあ、それを、まあ、もったいないので、大体盛り込んだら、ここが一番アップになったという、まあ、必然的な結果となっているわけでございます。で、それに加えて、実際にやったときに、それでも、ちゃんとうまくいってるかどうかをコントロールするというのは必須になるので、何をどうコントロール、いわゆる監視して、何か問題が起きたらどういうふうに対処するかといったようなものについてもガイドさせていただいてますし、最後には、終結、要は完了判断。要件定義がこれ終わって次っていう意味のか。未決事項が残っているんだけど、あとどうするんだといったような問題をどう裁くかといったような、この4つの章立てに置かれて説明させていただいているのが、要件定義マネジメントでございます。その中から1つ、まあ、先ほどの4つのポイントの中でこの4番目、これが最も要件定義マネジメントの要点、ポイントで、これについてガイドさせていただいているという内容です。で、要件定義マネジメント、これ、結構出てる問題があって、これ3ページ続くんですけど、今日、時間がないので1つだけ、この要件定義しているシステムの規模が許容範囲内であるかどうかは分からないといったようなものについて、後で紹介させていただきますが、このように計画立案が続いて監視コントロールの部分でも出てきます。まあ、要件定義で一番難しいというか悩ましいのは、この得てして膨らんでしまう要求をコントロールできないという部分があります。要求のコントロールというのは要件定義の中で一番ポイントかと思いますけれども、そういったものについても対応策を、書かさせていただいているというものです。監視コントロールが続いて集結、まあ、集結のプロセスでは、一応作業終わったんだけど本当にこれでいいのか、今一つ自信がないとか、本当にあと言っていいのとかっていう答えのあるようなないような悩みもありますし、要件は未決なんだけども次進まざるを得ないんだけど、どういうふうな後始末してから次進めるかといったようにすることについても、私どもなりのガイドを示させていただいています。一つ、ご紹介させていただくと、要求の規模というのは件数ではなくて実現にかかるコストで表現する。何かと言ってますと、今要件している要件定義をしている内容が一体どこまで作った規模を膨らむんだろうっていうのは分からない。なんで分からないか、要は要件っていうのはさまざまな文書で提示されるんですけど、それぞれに同じ文書で書いてあると思いがあるようないっぱいあります。それを単純に要件の件数だけでやったら、要件がどこまで膨らんでるかってなかなか抑えられないといった部分があって、じゃあ今この時点でどこまで要求が膨らんでて、これ以上要求を膨らませてもいいのか、そろそろ絞りにかからないといけないのかってなかなか見極めがつかないというところで、じゃあどうやったら途中の段階でもあらあら要件がどこまで積み重なっているんだろうというのを
ある程度の精度を持って把握できるかっていうのを5つの勘どころというような形で表させていただいてます。途中で概算が見積もりできるようにあらかじめ計画しておきましょうねから始まってですね、物件の数、画面の数ですとかプログラムの数を表し定めて、そこからそれぞれの開発難易度を決めて、まあ、ある程度の概算ができるようにしましょうというところですとか、有識者を導入して概算の精度を上げましょう。でこれは先の話ですけど、実績蓄積して次の要件定義に備えようみたいなことがありますが、あとこの次のページでこの過度の要求をしないというようなところに簡単に何が書いてあるかご紹介させていただくと、要はどうしてもシステム、化の規模というのはマネジメントする上で途中段階で知りたくなります。この先進めてもいいのか、もうちょっと出過ぎなんじゃないので、何をするかというと、今時点で大体どれぐらいの規模になるか見積もってくれないかというふうに担当者に問いた問いを投げかけるということは絶対になります。その時に担当者はどう思うか、あるいは協力会社の人は協力して入ってくださっている外部の会社はどう思うかというと、ここで概算とはいえでも数字出したら多分それが一人であるだろう、したがって、ちゃんと上の了解を得てから出さないといけないだろうし、何かあってもなでリスクが積まれるというところで、時間はかかるわ、リスクが積まれて規模が大きくなるわということになりがち。じゃあそれをどうやって防ぐかというところで、ここで書いてるのは、じゃあもうあくまで目安なんだというのをちゃんと説明した上で、目安に対して現地は求めません、あくまで目安なので、その代わりスピーディーに大体どれぐらいなのか正直ベースで出してくれませんかというふうにやる、まあ、そうすることによって逆説的ではありますけれども、精度を問わないということは逆に見積もり精度を向上させるという効果をもたらすということが経験則としてあります。そういったことをこの本では、まあ、一つのガイドのサンプルとして、経験則から載せさせていただいているといったものも多分に含まれます。で次に文書の記述なんですけれども、これ初版のガイドで、もともとガイドされているものはこの黒字で書かれています。結構少ないんですけども、今回は、ここのシステム要求ビジネス要求定義を中心に強化いたしましたので、ここでこんなドキュメントを作ったらいいよ、こういうポイントがあります、こういう注意点がありますといったものを強化しても、でこのシステム化要求のところもある程度、まあ、これ必要なんだよなっていうようなところ、書き方は書いてないけれども、こんなのを書くなとかって書いてあるようなものについて、実際にこんなサンプルでというふうなのを載せてます。ただ注意いただきたいのは、もうドキュメントというのはこの要件定義ガイドに書かれているものだけをちゃんと仕上げればいいとかっていうものでもないし、逆にここに書かれているもの全てを作る必要があるというものではないです。あくまで計画するときに自分たちのプロジェクトでは何をどのレベルで作るかっていうのを計画してちゃんと決めて徹底してから始めましょうねというふうなこともガイドでは書かさせていただいています。で次に事例についてもご紹介させていただきます。先ほど要件定義のガイドのこの事例26件載せさせていただいたというふうに説明しました。重要な事例がいっぱい含まれているというふうに私でも考えていますが、例えばどんなものが載っているかということなんですけども、ビジネスに貢献する要求を見極めてビジネス成果に直結する IT 施策を見極めるんです。これは後で事例の中で詳しく説明がありますので、そちらも見ていただきたいと思います。またそれ以外に定量的に取られた手戻りコストですとか、レビュープロセス成熟度向上による手戻りの改善しましょう。これはこの後のページで私が説明します。あるいは説明はないんですけれども、アプリケーションオーナー制度、創設による要件定義のユーザー部門、これ何かの参加の強化、これは何かと言いますとですね、要は各アプリケーションの持ち主は誰か、要件定義をする、その要件定義を何のためにするかというと、業務ユーザーがそれを使って目指した業務上の成果を出すということが要件定義の目的になるわけですから、したがって要件定義をするおよびそのシステムの持ち主はあくまでユーザー側に帰するべきだというふうな考え方に基づいて、アプリケーションオーナー制度というものを引いたという事例が紹介されております。また要件量を可視化するですとか、要件的な完了判断といったようなことについても事例で
紹介させていただいておりますので、改めてご覧いただければというふうに思います。で、一つ紹介させていただきますと、定量的に捉えた手戻りコストとレビュープロセス成熟度、まあ、何を言ってるかというとですね、まずこちらご覧いただきたいんですけれども、要件定義の成果部レビューするときにどういった人をつけるとどの程度効果が違うかというのを実際にグラフに表したものでございます。レベル1からレベル4に向かって、要は高レベルな有識者を表しています。要はレベル1の人がこの程度のバグを抽出することができたとして、じゃあレベル2とか3とかどんどん上がってて、4の人はこの程度の違いが出て、まあ、図式的ですけど違いが出るということを表しています。要は有識、なるべく有識者をつければつけただけの効果が上がりますということを表しています。また、それを要件定義の工程、パッケージ設計の工程、プログラム設計の工程、後の工程に行けば行くほど、このたとえレベル4の超有識者をつけた人で場合であっても、後ろの工程に行けば行くほどそこで抽出できるバグのレートは下がっていくということをこの絵では表しています。つまりこの絵全体を通して言っていることは、なるべく優秀なレビューアーをなるべく早い工程でつけるというのが最も効果があるということを図式で表したのがこの絵でございます。じゃあそれが数字で表すとどうなるかというのがこちら。要件定義の最中にバグを見つけましたたら1で済むものが、後ろの工程に行けば行くほどそれのリカバリにかかるコストがどれだけ違うかというのを実際に計測して事例として出していただいたものでございます。システムテストの時にやっと見つけたということになりますとですね、要件定義の時に見つけた時のリカバリコストに比べて約13倍かかる、これも実績値としてこの会社では出ております。要はこれだけ開きがあるので、なるべく早くバグを見つけるに越したことはない、そのためには有識者のなるべく早い工程でつけるんですよといったことを事例では表させていただいています。これあの皆さん経験則としてですね、要は後でやったらリカバリ大変というのは当然分かっているだろうと思いますが、それを実際に数字で表すとこんなふうになるんだというふうな事例でございます。なので、まあ、これぐらい出るんだというふうに思っていただければというふうに思います。で次にコラム、コラムはですね、まあ、ヒントとしてですね、大体こんなふうな要件定義をやる上でヒントとしてこういうふうな情報もあるんで活用いただきたいというふうなものをピックアップして載せさせていただいておりますが、例えばどんなものがあるかというとですね、要件定義の主要タスクをですね、3つに分けて、まあ、これ4ヶ月モデルとしてですね、最初の1ヶ月目要求の明確化する、次の1月半で内容検討して、最後の1月半で成果物を仕上げると言ったようにすると、大体どの月にどのタスクが発生するかというようなモデルを示したものです。ビジネス要求関連の WBS では初期の段階、中期、そして仕上げの段階でこんな作業が発生するし、システム要求というところでもそれぞれの段階でこんなふうなものが発生するというものを、まあ、大体4ヶ月モデルというふうなものにして表したものです。まあ、4ヶ月って言いますとですね、大体要件定義って一般的にはシステム開発で約 10% というふうに言われてますけれども、じゃあ4ヶ月で 10% とすると全体で40ヶ月というと、まあ、約3年、まあ、3年から4年のプロジェクトでやると大体こんなふうなものが WBS で発生するんだというふうなものをカラムとして載せておりますので、まあ、参考にまでにしていただければというふうな内容が載ってます。つまり、ガイドにはですね、こんな内容が載ってるんだというふうに見ていただければと思います。では次にこのガイドを見ていただいたときに、どんな評価をいただいたかということを簡単にご紹介させていただきます。これは、2020年3月にですね、IPA で実施いたしました調査です。有効回答数549件で、ユーザー企業の方、ベンダー企業の方、ベンダー企業の中でもエンタープライズ系、組み込み系それぞれ分かれておりますし、その他の方も含まれておりますが、合計しますとですね、93% 以上の方がこのガイドは大変役に立つ、または役に立つというふうに回答をくださっています。大変ありがたい数字だというふうに理解しています。まあベンダー企業の組み込み系の方でも結構
80% 以上の方はこれは役に立つんだというふうに評価していただいているし、もちろん、ベンダー企業の方でなくてユーザー企業の方も同様に高い評価をいただいているというふうに私ども自負しております。でその中で合わせて、コメントいただいた内容について若干説明させていただくと、まあ、ユーザー企業の方からいただいたコメントとしては、ユーザーとしてやることを明確だとですとか、現場の声が多く掲載されていたので、実際具体的にどんなもの対策を取っているのかが知れたですとか、まあ、ベンダーの立場だけどユーザーとの話し合いをするときにこんなふうなアドバイスをするとか、説得力を持って説明できるようになりましたですとか、お客様との勉強会で利用しております、あるいは踏み込み系は使っているんだけれども重要なポイントはほとんどが当てはまるといった評価もいただいてますし、大規模システム向けに書かれていますけれども中級以下でも参考になることが多いというふうに評価をいただいてますというようにですね、全体にまあ読んだら役に立つんだというふうなことをお声をいただいて大変ありがたいことでございます。でこれ以外にですね、まあ、ネガティブな評価がないわけではなくてですね、一番多いのは、ページ数が多い、500ページぐらいあるんですけれども、ちょっと多くてですね、もうちょっと絞ってほしいとか、一気に読むにはちょっと多いなといったような評価もいただいておりますが、まあ、要点だけの拾い読みという方法もありますので、ぜひご活用いただければというふうに思います。またここには載っておりませんけれども、自らのですね、企業の中で、あるいはグループの中で勉強会の代々として利用いただいているといったような声もいただいておりますので、ぜひいろんな活用の仕方があるかと思いますので、ぜひ読んでいただければというふうに思います。で最後にお願い事項が2つございます。まず、このガイドをぜひご覧いただいて、ぜひ現場で使ってみていただきたいというのは私ども作ったもののお願いでございます。でその上でですね、結果をぜひ使ってみてどうだったというお声をいただきたい、結果の評価ですとか、まあ、追加すべきノウハウのご提示というのをぜひお願いできればというふうに思います。ぜひ下のない評価を上げて、出していただければ私ども作ったものとしても励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。で送付先はですね、このアドレスにですねメールで送りいただければというふうに思います。どなたからお送りいただいたといったようなことは一切公開することはございませんので、ご安心の上でですね下のないところを上げていただければというふうに思います。でこのガイドの入手方法なんですけれども、書籍について以下の方法でというふうに要は3つあります。IPA 直販、IPA にお問い合わせいただければ、IPA からお送りさせていただきますし、Amazon でもご購入がいただけます。また、書店でも扱っておりますし、扱ってない書店でもですね、この ISBN コードを指定していただくことによってですね、お取り寄せいただくことがちゃんとできるようになっておりますので、ぜひ、お問い合わせください。PDF 版も出ております。この要件定義ガイドというところで検索していただければ、これは、サイトが出てまいりますので、このサイトから無料で PDF をダウンロードいただけるというふうになっております。で、1点、大変申し訳ないですが、お詫びがございましてですね、このガイド、最新の注意を払って作りましたが、若干の間違いがあってですね、塾の間違いが多少ございます。で、それらにつきまして、整合表が出ておりますので、ぜひこのサイトからお取り寄せ、ダウンロードいただいて、お手元のガイドを訂正の上でご覧いただければというふうに思います。以上、ガイドの概要について、および大体どういった狙いを元に作って何が書かれているかについてのご紹介させていただきました。ぜひお手元にとってご覧いただければと思います。また、詳しい内容は、別の、詳細内容についてのセミナー講座がございますので、そちらの方をご覧いただければと思います。ご清聴ありがとうございました。